どうも、吉本プラモデル部のチャーリーと男性ブランコ、浦井です。よろしくお願いしますお願いしますどっちがメインで喋るかで今迷いましたけど、そうですね、はい、はい、さあ僕たちはですね、はい、今日、何しに来たかというとこちらでございます。プラスチックモデラーズ展示会でございます。はい、じゃあね、錦糸町の中の丸いその中にの隅田産業会館の方で行われている、もういろんなあれですか、モデラーさんが作ったプラモデルの展示会って感じですかね。はい、そうです、はいはい、僕たちも飾ってあるんで、そうですね、入って見てみますか、はい、お願いします、はい、行きましょう。すごいたこ焼き、その屋台のプラモデル、すごいな、本当に鉄板の中のたこ焼きまで、はい、細かいところまで再現してます。これすげえ。6個200円、10個300円、ちょっと安いんですか。いや、大阪価格ですね、これは。大阪の値段ですね。海洋堂さんのおばちゃん出てるらしいです。あすごいな、アメちゃん持ってますよ。あら、本当だ、アメちゃん持ってます。あ、すごい、学校の給食の時の。はい。もうこんな出されたら僕残しちゃいます。残すんかい。全然小学校の時食べれなかったんで。ああ、いたな、そういう子めちゃめちゃ遅れてたいです。ずっと僕も昼休みの掃除の時間とかずっと食べて、はい、そういうタイプでした。これ塗料、ガイアノーツさんのガイアカラー使ってるみたいですね。はあ、これはじゃあ角度によって、はい、あ、もうこれわかりますかね。上の部分今青くなってて、下の部分緑になってて、じゃあこれ動かすと、あ、あ、すごい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 、これいいですか、色変わってる、変わってますこれ、あ、すげー、あ、すごい、あ、すごい、めっちゃわかりますこれ、あ、すげー。埼玉県警のパトカーですね。そうですね、あの、関東警察署って田舎の田舎の聞いたそうです。田舎の周りです。はいはいはい、いわゆる田舎の周りです。おお、これはもう、あ、これ反応警察のキャラクターってはわけじゃない。これ埼玉県警の公式です。あ、へえ。覆面パトカー。覆面パトカーめちゃめちゃかっこいいな。これは実際にあるんですか、この覆面パトカー。これはあります、ね。へえ。ナンバーだけ架空で。なるほどなるほど。あ、このナンバーはないと思う。謎解きが分かる。謎解き？これ歴史です。この生プレートに何か暗号。熊谷の703人。703人？これ熊谷二郎直実。熊谷二郎直実。お侍さんが書いてるんですけど、はい、なんで熊谷ナンバー？あー熊谷の直実。すごい。あこれ直実ね。で703そうです、熊谷ナンバーの直実。なるほど。だからここにちょっとヒントでゆるキャラがあったんですけど、熊谷市の。あこれは難問ですよ。ですね、なるほど。この後ろの箱ですね。え？これもね、この箱、はいはいはい。よく警察局者で、はい、ポケットの中全部出してください。あ、もうポケットの中身を入れる箱。すごい映画のあの感じの中にいるような感じがした。すげえいいですよね。すごいね、はい。これ、ま、もっといいね、もっといいね。ちゃんとちゃんと、ちゃんと、指示が。取り方があるんですから。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。もっと引いて、もっと引いて、はい。上を、上を。上まで行って。そしてこの、おらららら。上から、上からドンだ、行け。上からドンだよ。上からドン。ドン、開いた。すごいっすね。迫力ある映像ですな。これローグワンの、スターウォーズローグワンのあれですよね、序盤に出てきた惑星の。スターウォーズどうなんですかね、このローグワンもそうなんですけど、これはすごいですね。どのくらいかかったんですか、これ1ヶ月半。1ヶ月半。いい、そうですね、全部作ってるんですもんね。いやでも1ヶ月半で、こんな
作れちゃうんだ。作れるんですね、これすごい。ちょっと細かいよね。あれ、あ、すごい、回る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 、はい、まだ回るから回転するか、チャリもう、あら、あ、人の穴に、うわ、あらららどうしたんやこいつ、もしかしたら、あらあらあからさぶ時間がなかったなって気なんですけど、本当に角度によってまたなんかいろんなストーリーが、はいはいはい、上も人が狙ってる。ここにもあらスナイパーいます。こちらレーダーが動いてます、うん、映像だと分かりますね。なんか結構カクカクしてるんですけど、うん、これはなんかまた不思議な感じがするんですよ、ね、昔のテレビ番組映像だ。本当ですか。一番いいのは、ね、カクカクしてないかな。動画やとそうか、ちょっと、はい、すいません。すごい不思議な感じですけど、ね、はい、これ作った方によると、これはこのカクカクは偶然だそうです。いやー、偶然なんですね。白バイですよ、ね、白バイ。警視庁の白バイ。あとランプ光ってますよ。はい、ブレーキのとこも、今も光ってますよ。僕は夜、原付走ってるとよく職質されるんで、あんまいい思い出はないですよ。怪しい格好してるから何も悪いことしてないのに。そういう時ね、コントとかで刀とか持ったらもうやらなくなりますね。もし気をつけます。白バイ音出します。はい、白バイ、白バイ、あっあっ、トラウマが、あっ、職質された時の何も悪いことしてないのに。何も悪い、メガサイズのわうわっ、この角度かっこいいっすね。すげえ威圧感すごい。奥のこのジャックもすごいっす。はい、これもうこの、はい、でこう細かいパーツがめちゃめちゃついてて、足も高いでしょ。ここで飛んでるんです。それエンジンで背中、いや背中かっこいいわ。めちゃめちゃもうこのぼちゃっとした感じね、はい、めちゃくちゃかっこいい。会場内でですね、ペーパークラフト体験コーナーがありまして、はい、今からペーパークラフト我らがチャーリーが挑戦するということで、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これを、はい、ですね、まず折り目を、はい、折り目っちゃ折り紙だね。点線線と点線あるんですけど、はい、山折りと谷折りの違いだけなので、はい、まずデザインナイフの背の方で一本こう、はい、筋をつけていく感じで、全部で線に筋をつけていく、はい、背の方でですね。刃の方だと切れちゃう。あ、折りやすく、折りやすくする。あ、あ、こっちの、ここに背ってそういうことですよね。そういう定規使ってる。あ、はい、あ、まず外側切っていくんじゃないんですね。なかなかデザインナイフでね、紙扱うってこうあんまないですからね。反対部分なんで使わない。変わった切り方をします。え、これ間違ってますか。いやいや、あれなんか上から下にこう切って、上から下に粗切りっていうのは、あ、こういうことですか。そうそうです。あ、切りやすいから。やっぱ初めてですからね、やっぱり、はい、うん、よし、来ました、来ました。そしたら、今度は外形を刃の方で、あ、一番紙の方を回して、あ、直線が多いと。まあ、こういう直線はこの上下です。あれもある。なんていきましたね。まずそれで、よし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 、はい、じゃあ、よし、よし。アメリカの趣味で爆弾作ってるやつみたいな。趣味で爆弾、立ち悪いじゃないですか。目が怖いよ。いや、これちょっと、ガチになっちゃいますね、これ。何が夏休みだ。何がプールだ。
リア充どもは楽しく謳歌してるがいいさ。本当にそう思ってんでやめてください。本当にそう思ってんで。ほんまの声。チャーリーが今一生懸命ペーパークラフトをね体験してますけれども、それを切り出して折って、できたやつがこれです。チャーリー隣の女の子の方が進んでるよ。やばいやばいやばい。兄さん不器用なんですか。2個目。2個目。2個目なんや。これはじゃあ。これ見本。見本で。これ見本。あら。あらら。もうあできてる。曲線用のカッターって使ってみます。曲線用カッターなんてあるの？あります。ちょっと使ってみたいです。あ、あれだよ。すごいの出てきた。違いますね。あ、なるほど。横向けるとあれか、ちょっと曲がってんのね。あ、これが左が曲線用カッター。はぁ、じゃあそれを使ってじゃあ。はい、ちょっと。すごいよ、もう。使ってみますね。絶対女の子使ってないよ、それ。ちょっとどうしても負けたくないんだ。秘密兵器出てきた。ずるいぞ。いや、これが大人の特権です。大人の特権。もっと大人の特権出しましょうか。もっと大人の特権。見てたら、はい、下が回った方が使いやすいんですよね。ってことは下を回す道具ってあるんですよ。だから普通のカッターでむしろこっちを回すと逆の発想です。だから紙切るときにハサミで紙の方を回しますよね、はい、あの発想で。だからこれを押さえて、だから極端なことですね、はい、持ってて、はい、歯は常に向きにこっちを回す。そうすると歯が、だから例えば四角切るときにこう切って、こう切って、こう切れば手は一方方向で髪だけ回ってくれるから。なるほど。時短になるんですよ。こちらの子はね、すごいシンプルなね、ライトカッターでやってますけれども。おい、チャーリー何使ってんねん、これ。はい、これは下が回る秘密兵器です。そんなめちゃくちゃ使うやんか、道具。いや、すげえやりやすいです、これ。ああ、そう。今、ここやって、これなんか応用できそうです、これ。ここやって、こことここですか。ここだけ。あ、ここ。うん、あ、すごい、これ。それ、切りやすいですね、台が動くと。サクサク進みます、うん。それはすごい楽なんですよ。僕もそれひらめいたときに、俺、頭いいんじゃねえかなと思ってます。確かに、これすごいですね。できた。これ僕らあのディスプレイに使いますけど、はい、うん、これで工作に使うって発想はなかった、うん、よし、これで一周しました。はい、まず最初にジョンで切っていいとかと、ジョンで使わなきゃいけないとか、もう一本こう、折っちゃう。どういうことか。ああ、真ん中折っちゃう。ここはどうせ乗り付けしちゃうから、真ん中は山折り。多少でもさっきの、あの裏でなぞったのをやったおかげです。めちゃめちゃスムーズに折れます。メイン出てくると。最初に、はい、あのデザインナイフの背の方で入れた折り目が、はい、そうすごい重要でしたね。できた。はい、あ、やった。わあ、すごい。ちゃんとできてる。うわ、にやりじゃねえ。すげえ。いや、シンプルな。さっきの台座のやつ、あれ一個いいアイデア思いついたんですよ。何？あれ、あのお祭りの型抜きでやったら、うん、めっちゃうまくいくんじゃないですか。あんなでかいガチャガチャって持ってってやらしてっつって、はい、いけるんじゃないですか。めちゃめちゃ怒られると思うよ。屋台のおじさん、すごいできた。はい、うわ、これ紙なんですか。紙です。ま、全部です。全部紙なんですか、これ。すごい。うわ、これとかすごいですよ。これも、はい、これ紙らしいですね。うわ、ほんまや。え、関節動くじゃないですか。指まで動きます。腰もジョイントだから。ジョイントも紙なんですか、これ。はい、ボールジョイントも。おお、うわ、ほんまや。軽いっすよ、紙なんで。あ、軽っ。
HG より多分軽いですよ全部紙やから、はい、どうやって作るのこれ、すごいすごいですね、これ手も動いて、はあ、これすごい、うわ、こう、これで、バナージ撃て撃てバナージ撃てませんいや、それはもうペーパー関係ないやエピソード4ですエピソード4のやつねあーすごい、プラモデル屋さんを作ることになりましたので遊びに来てください。最寄り駅は小田急線相模原の相模大野の駅になります。ちなみにマスターは基本的にはモーターヘッドという長野守さんのモデルを作る感じにはなるんですけれども、ガレージキットも作りますし、3D プリンターなんかもありますし、カッティングシートで遊んだりもできますので、ぜひ後に来てください。お店で 3D プリンターが使えるんですよね。はい、使います。すごいよ。だってだからこのね、今日持ってきていただいたこのここ、はい、缶の持ち手のところを 3D プリンターで出して作ったらしいんですよ、これ。いや、すごい。今までなかったですよね、その 3D プリンター使えるお店って。画期的。画期的ですよね、はい、秋葉原とかにはあるんですけど、なるほど。中国じゃなかなかないはず。ああ、確かに。9月1日、はい、オープンなんで、ぜひ皆さん行ってみてください。これ何かイベントやるはずです。なるほど、オープニングイベントも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの方でミニ四駆祭り、ミニ四駆壮行会というのをやってるということで、僕たちありで体験してみたいと思います。はい、体験してみます。はい。で、本当にミニ四駆をこちらで買って、はい、組み立てて走らせることができるという、はい、そこにコースもありますので。でね、僕が選ばせてもらったのは、このフェスタージョーンという。フェスタージョーン。はい。これ速そうですよ、これ。はい。これ作りたいと思います。で、チャーリーがですね。はい、僕が、はい。このビートマグナム。懐かしい。レッツ&ゴーで進めますよ。はもう世代ですよ。はい。これはね、早い。じゃあ、その二人で作って、走らせたいと思います、はい。現在作っております。はい。浦井さんは今、車体を作っているんですが。車体を作ってます。僕は選んだキットが、キットなんで、今車体に取り付けてないですまずボディからシールペタペタ貼る作業です。ミニ四駆完成しました。はい、完成しました。よっしゃ、できたぜ。はい、浦井さんのが、はい、フェスタジェーンという、フェスタジェーン、はい、機体でございます。もう本当に説明書通りにね、シールも貼って作らせてもらいましたよ。かっこいい。やっぱりね、ガンプラバトルと一緒でね、やっぱり丁寧に作ったやつの性能がいいっていうね。なるほど。この気持ちを込めて、はい、丁寧に作りましたよ、これは。綺麗ですね。ありがとうございます。そして僕が作ったものがこちらです。はい。ビートマグナム。懐かしい。かっこいいね、やっぱり。むずいと思ったんですけど、うん、いやでも案外簡単ですね。そう。はい。こんなに小学生でも、お父さんと一緒にというね、自分だけでも組み立てられる。いいのよ、このハーフカウルがいいのよ。なるほど、かっこいい。じゃあ、うん、走らせてみますか。よっしゃ、はい、行こう、勝負しましょう。おう、ゴー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 。あ、いや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 、もう一回カメラが、カメラ、はい、早すぎて。よーい、はい、あ、よっしゃ、お出遅れるな。ビートナムナム出遅れたよ。スピードスピード、はいはい、負けるな。マグナム、マグナム、マグナム。マジか。やったぜ。また追いつくの？いや、追いつかない、追いつかない。追いつけ、マグナム、マグナム。なんでや、なぜ、なぜ追いついちゃう。はい、といった感じで、はい、はい、展示作品紹介させていただきましたけどね。すごかったですね。すごかった。まあ、ちょっとお時間の関係上ね、ちょっと全部はご紹介できなかったんですけれども、本当にたくさんね、はい、今年もいっぱい素敵な作品展示してありました。はい、来年もね、また楽しみですね。はい、参加したいと思います。はい、じゃあどうぞ。はい、以上、吉本プラモデル部チャーリーと男性ブランコ浦井でした。バイバイ。